オリビさん、今スペシャルティーコーヒーの、うん、まあ、現在、ね、ありますけれども、うん、どうでしょう、あの今日本のスペシャルティーコーヒー業界って、うん、ここからどこにこう向かおうとしてるとか、やっぱり品質を、スペシャリティっていうよりもコーヒーの基本的な品質は何かっていうこと、風味って何かとか品質は何かっていうことになっていくと思うんだよね。何がいいコーヒーなんだろうと、うん、で何が美味しいコーヒーなんだろうと。で美味しいっていうのは多分その品質がいい中からしか生まれないと思うので、多分品質が重要になってくると思うんだよね。じゃあ一番いい品質って何っていうことになると、やっぱりコーヒー栽培から精製から、そして輸送から全部含まれていて、でそれが最終的にケミカルデータがこういうものであればいいコーヒーであろうというふうなところにこう向かっていくんじゃないかと思うからね。だから僕個人としてはケミカルデータという観点からも品質を見なきゃいけないっていうポジショニングに今はいるんだけど、まだあんまりこう理解されないっていうか、そこはファジーの方がいいっていう人がたくさんいるんです。あ、そうですか、はい、だからソムリエと同じだよね、ワインのね、だからケミカルデータが全てじゃないよね。だから欠点豆の混入率とか感度評価もあるし、でももう一つ軸が欲しい、それがケミカルデータ。なるほど、だから必ずそういう方向性に向かって多分行くと思うんだよね。だけど今アメリカの SCA がそこができないので、本来アメリカの SCA がやるべきことなんだけど、そこできてないっていうね。感度評価表でさえ作り変えられてない、つまり停滞してる。じゃあ WCR がやってるかっていうと、 WCR も語彙とか品種に関してはやってるんだけど、なかなかそっちをやる人はいないので、でもみんなやりたがってる、やりたがっていて、各世界中の大学とか研究所は、まあ、分析機器には欠けるんだけど、やっぱり答えがこう出しにくいっていうか、うまく考察できてないっていうかね。だけど必ずそういうこう、なんていうのかな、感の評価だけではないもう一つの軸がこう求められる時代が必ず来る、ので今やっている。なるほど、これはだから僕は5年先にならないと理解されないかもしれない、でもこれがアメリカ人が今やってればもっと早く日本で普及するかもしれない、だからこの本は英語版はまだ出す、まあ英語版出すかもしれないけど、次の本はもう確実に英語版を出す、でないと広がりが出ない。逆にアメリカサイド、アメリカ人なんかがに読んでもらった方が早く広まる可能性、ですね、確実にそうですね、でそこから逆輸入みたいな形ですよね。さあ、そうなると、そうなりますよね、なんかこう日本のコーヒーの人ってなぜか海外の人が言うことを、いきなり何の根拠なのか分かんないけど盲信するっていう、焙煎もそうでした、そういう傾向ありますもんね。あるよね、プロファイルとかね、そうだよね、だから別に大したことやってるわけじゃないんですよね。だから焙煎なんてもう論文がないわけだよね。どうやったらいい焙煎なんていうのはもう答えがないので、誰もその論文書いてるわけでもないので、だから何がいいかって最終的にはもう勘の評価でチェックするしかない。勘の評価で見切れなければ、勘の評価とそこにもう一つ何か軸で裏付けない限りはやっぱりこっちがいいとは言えないよね、なかなかね。だからまあサードウェーブ、まあ、フォースウェーブっていうのはつまりサイエンスになるはずなんだけどね。
おお、フォースウェーブはサイエンス、うん、これですね、はい、なるはずなんだけど、はい、ならないからならないですか、まだならないんででもいいですね、フォースウェーブはサイエンス、これはいいと思います、うんうん、まあ、それ以外に基本はないと思うけどね、うんうん、なるほど。抽出の後に、うん、その評価、コーヒーを評価する、うん、今もお話あったんですけども、うんうん、ね、その中でやっぱりその SCA が使ってきた、うん、あのカッピングフォームではない、うんうん、独自の、うん、あの旨味と苦味を入れた、うん、独自 の, その評価基準を作ろうという、うんうん、はい、これがやっぱり実はこの本ですごく堀口さんがこう言いたいことの一つなんじゃないかなと私は思ったんですね、うんうん、実はこうさらっとそういうすごい提言がされていて、はい、私はこうすごく共感して、もともとあの SCA の, あのカッピングフォームって本当にその浅入りで、うん、カップする時のためのものであって、市場にこう流通しているコーヒーを評価するための表ではないわけですよね、うん、そうだね、はい、そこにやっぱり堀口さんは、旨味と苦味っていうのをつけて、まあ、市場に流通しているコーヒーをそのまま評価できる、うん、そうですね、フォームを作りたい、作りたいっていうね、はい、っていうね、だそれをもう一つはだから焙煎度合いも、どんな焙煎度合いであろうが評価しちゃうと、うん、いうことだよね。そうですね、評価軸がね今こうちょっと間に合わなくなってますよね、うん、そうだね、うん、だから SA のカッピングフォームはもう、うん、ちょっとこうスコアの何点つけていいかちょっとわからないっていうことと、ナチュラルはつけられないっていうことと、うん、こう矛盾がたくさん、それからすごくクオリティにいいコーヒーも出てきてるので、そのこうほころびがたくさんできてきて、矛盾もたくさん出てきて、うん、苦味も旨味もないしっていうところだよね。でそういう意味で新しいカッピングフォームは必要なんだけど、じゃあ私が一人でできるかっていうとできないわけ で、うん、でとりあえず誰かが一回ちょっと言ってもいいんじゃない、うん、っていうので、まあ書いてるわけだよね素晴らしいっていうか、なんかこうまだ紙ベースで何かこうできてはいないんですか。ね、来年は多分つける。来年出す本は苦味と旨味を入れる、はい、なるほど、うん、それできたらちょっとうちでも使わせていただきたいいいですよ、で評価基準が明確じゃないですか、はい、で本来あのpH とか総産量がいくつぐらいの味ってこんな酸ですよっていうことはトレーニングするわけですよ、はい、そうするとこのぐらいの総産量でこういう質のコーヒーだったら何点つけましょうっていうふうに全部作っていくわけですね。で今アメリカの SA の, そのカッピングフォームはそれがないので、みんなこう恣意的につけてる、うん、そうじゃなくて脂質量のに基づいて、もしくはメイラード反応で基づいて、ボディの標高が高くてボディのしっかりしたコーヒーの味はこうですよ、で低い標高でボディのないコーヒーはこうですよっていうところをちゃんとこう区分していって、何点つけたらいいのかっていうことをこうトレーニングしていかなきゃいけない。アミノ酸ももちろん、グルタミン酸が多いコーヒーの味はこうですよ、グルタミン酸が少ないのはこうですよ、他のいろんなアミノ酸があって、イノシン酸があって、アミノ酸があって、こういう旨味成分のあるアミノ酸のあるコーヒーの味はこうですよっていうことをこう体験をたくさんしていかないと実はつけられないの で、 でそれをこうやって、まあ、自分がまず初めに実験台でやっていくということですね、うん、でまあ、そういうふうにしていけば、まあ、なんとなくできるんじゃないかなって。ただ単純に旨味をパッと入れてつけてくださいって言ったって誰もつけられない。確かにそうですね、うん、で酸味だってそうでしょ、今酸味つけてくださいって言って、あなたどうやって酸味つけてるんですかって言ったらみんな違うじゃないですか。確かにそうですだから酸の強さと質で見るんだけど、酸の強さだったら pH が 4.8 ぐらいの酸の強さだったら高いスコアつけましょう、さらに組成が、酸の組成がクエン酸と酢酸のバランスとリンゴ酸も加わっているような酸のニュアンスだったらもっと高いセンスをつけましょうというふうになっていく、うん、それをやってるんだけどなかなか大変になって、
解して、してくれる人がなかなか少し時間かかるどんどん広まってね、行けばね、はい、いいですね、はい、夢があります。はい、大変ですよ。じゃあ、今日はね、堀口コーヒー研究所の堀口さんに出演いただいて、お話を伺いました。今日はありがとうございました。どうも。